皆さんこんにちは。今日はちょっと猫好きというか、まあ猫を飼ってる人がよく猫のおやつとして給料をあげてると思うんですが、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあって、カメラ回ってます。実はチュールの中でも今いろいろ種類があって、まあ、例えばなんですけど、これは4種類のマグロ贅沢本マグロ、贅沢ロブスターなどなど、まあいろいろ種類が出てるんですが、実は猫に評判が悪い食べないチュールっていうのがありまして、まあちょっと猫ってチュールだったら何でも食べるんでしょう、喜んでって思う人もいると思うので、CM のように。ちょっと、見せたいと思います。マグロ、ウニ、カツオ、ササミというチュールがあります。まあおそらく、まあウニ、まあこのチュールをちょっと食べさせたいと思います。ちょっと最近猫ちゃんたちチュールあげてなかったので、興奮気味に集まってきてますが、以前あげた時に全く食べなかったので、今日もし今から食べちゃったら動画にならないんですけど、ならないんですけど、まあ、ちょっと上げてみたいと思います。チュールのバーを使います。いつも通りこのチュールのバーにこう出してあげます。ちょっと見えるようにカメラを持ってきます。はい。じゃあこれ、ピーちゃんに。あげてみますけど、食べません。トムくんも、食べようとしたんですけど、食べません。ピーちゃんもう一回あげてみます。このチュールは食べないんです。多分、ウニの匂いがダメなんだと思います。まあ、結局、まあ、この、ウニのチュールって単品でも売ってなくて、こういうバラエティパックみたいなので売ってるんですけど、チュール買われたこともない人は、ちょっとチュールの値段、1本の値段わからないと思うんですけど、基本的に安売りしててもチュールって1本30円します。1本14グラムしか入ってないんですけど、1本30円。まあ普通に40円、まあ普通は40円ぐらいするんですけど、結局、この、種類が4種類しか入、この20本入りのバラエティパックで、これちょっと大桑かどっかで買って、なんかセールの時に買ったので、これが600円だったのかな、税別で。なので、まあ1本30円って安いので買ってきたんですけど、結局はこの、マグロのウニ入りっていうのがどうも猫に評判が悪くて、まあ毒だと思うのかわからないんですけど、結局1本30円でこれ買ったつもりだったんですけど、マグロウニ入りが5本入ってるので、結局150円分全部廃棄になります。まあ今これ出してるやつもあるんですけど、もうこれ食べないので捨てるしかないんですね、本当に。なので結局15本で600円で買ったの、600円で5本捨てるから15本だから、1本結局40円で買わされた計算になって、まあ普通はいつもは、まあ800円ぐらいするので、もしこれ買っちゃったら、1本の値段がものすごい高い値段になります。1本50何円になってしまいます。なので、この、ウニ入りのチュールが入ってる、このバラエティパックは絶対に買っちゃダメですね。捨てることになるので、気をつけてください。じゃあ、別に、
うちの猫ちゃんたちがチュールが嫌いな猫というわけではないことを証明するために、違うチュールを与えます。ちょっとこれはもう使えないので、もうゴミ袋に入れて捨てます。ほんともったいないな、これ。あとこの、チュールバーについてるチュールがあると、これちょっと猫ちゃんが食べないので、これちょっと洗ってきます。トム君ごめんね、ちょっと待っててね。戻ってきました。ちょっと久しぶりにのチュールでかわいそうなことをしましたね、本当に。まあ動画にするためにしょうがなかったんです。まあマグロのチュールを今から与えます。マグロのチュールを、おっ、はい、こんな感じで、おっ、はい、ピーちゃん、はい、ちょ、ああ。ちょっと久しぶりすぎてトム君我慢できないかな。ピーちゃん、ピーコ、はい、こんな感じでよく喜んで食べます。トム君はもう食べるのが早すぎて本当かわい、申し訳ないというか、本当にこれ、稲葉のチュール、稲葉が出してる人気商品チュールなんですけど、チュールだったら何でも喜んで食べると思ったら大間違いで、ちゃんと比較して、実際になんかそこら辺にいる猫とかに食べさせて発売したのかなっていうのがちょっと疑問に思いますね。150円の損失。安くても150円。まあ、普通だと200円の損失になるので、ウニ入りは、まあ、うちの猫は絶対食べないので、もしウニ入りのね、チュールを、うちの猫は食べるよっていう人がいたら、コメント欄に、お願いします。本当に、猫たちの楽しみが減ってしまって、本当申し訳ない気持ちになりました。以上です。